Welcome to a new episode of English Word of the Week. 前回のエピソードでは、ratio という概念を紹介しました。見逃した方は右上をクリックしてください。今日のエピソードでは、〇〇 is a 10 but という表現を解説します。皆さんもよくご存知の通り、10とは数字の10のことです。小学生でも知っている英単語と言っても過言ではないでしょう。なぜそのような基礎的な単語を今回取り上げたかと言いますと、最近 TikTok や Twitter などのソーシャルメディアで〇〇 is a 10 but という構文が流行しているからです。では、この構文において a 10はどういう意味合いで使われているのでしょうか。人 is a 数字という表現は人の10段階評価を表します。評価の基準は明確ではなく、外見、性格、知性など様々な要素が個別または総合的に評価されます。1に近ければ近いほど劣悪な人間、10に近ければ近いほど理想的な人間を表します。よって、〇〇 is a 10 は、〇〇は完璧な人間であると言い換えられます。しかし、but という接続詞は、だが、けれどといった逆説を示し、ゆえに but の後ろには通常否定的な表現が続きます。つまり、〇〇 is a 10 but という構文は、ある人間が完璧であると宣言しながらも、その人の欠点、特に評価を下げるに値しないほどの些細な欠点を挙げる際に用いられるのです。Twitter での実際の使用例をいくつか見てみましょう。一つ目、She's a 10, but she's tired 24/7. 彼女は完璧だが、彼女は常に疲れている。このツイートでは、10と24/7という2つの数字のフレーズが用いられています。24/7 とは24時間、週7日のことです。2つ目、She's a 10, but she smokes a lot of weed, so she's a 420. 彼女は10だが、大麻をたくさん吸うから420だ。このツイートでも2つの数字のフレーズが使われています。420は4月20日を指し、大麻の使用及び大麻を取り巻く文化を祝う日として国際的に認知されています。3つ目。She's a 10, but she needs you to tell her how obsessed you are with her, at least once a day. I'm she. 彼女は完璧だが、あなたがどれだけ彼女に夢中になっているかを最低1日1回伝えられないと気が済まない。かっこ。その彼女とは私のこと。このツイートでは若干重たい彼女の像が描かれています。最後に付け加えられた括弧の中でその彼女が自分であることを明かすことによって自虐ネタに転換しています。最後のツイートです。He's a 10, but he isn't real. 彼は完璧だが実在しない。このツイートからは絵も言われぬ哀感がひしひしと伝わってきます。今日のエピソードはここまでです。